4月8日、季節外れの大雪の降った関東地方。新しく完成した天候に左右されない野球場、東京ドームで、初のプロ野球公式戦が皇太子ご夫妻や皇族方をお迎えして行われました。場内5万6000人の観衆に手を振って応える皇太子ご夫妻。お揃いでプロ野球の開幕戦を観戦するのは初めてのことです。巨人王、ヤクルト関根両監督に花束贈呈の後、巨人軍桑田投手の第1球で1988年度ペナントレースの熱戦の火蓋が切られました。